大阪府立北の高等学校は、大阪府大阪市淀川区にある公立の高等学校。源流としては、大阪府第一番中学校、及び大阪府中学校を経て、府立大阪市販学校の中等科から、明治初期の1883年に、府立大阪中学校として独立。大阪府立で、最初の旧正中学校になる。1873年、 東大組に創立の大学校に期限を持ち、大阪府が最初に設置した、旧制中学校、大阪府第一番中学校の流れを組む。1902年に高地を北区北の芝田町に移し、大阪府立北の中学校に改称。1931年に、淀川以北の東淀川区の13へ移転した。太平洋戦争後1948年の、 学生改革により、新生の高等学校の大阪府立、北野高等学校に改変。大阪府立大手前高等学校と、生徒、教職員を交流し、男女教学となった。全日制家庭と定時制家庭ともに普通科を設置していたが、定時制は2004年度の募集を最後として2007年度で廃止。全日制は2009年に、 大阪府教育委員会の進学指導特色校事業の対象校になり、2011年度より従来の普通科に加えて分離学科を閉じした。なお、かつて2002年度から文部科学省スーパーサイエンスハイスクールに指定。2014年度から文部科学省スーパーグローバルハイスクールに指定されていた。校名は、 かつての所在地の西成郡北野村に由来、府立の学校の校名は立地の地名をつける慣例のため、1931年に高知を来たのから、対岸の13へ移転した際に、大阪府立13中学校への変更案が出たが、大阪府立第13中学校として開校した豊中中学校と紛らわしくなることや、府立で最初に創立した、 振り付い地中のイメージが失われるとして、反対運動が起き、解消が見送られたとされる。文部領土をモットーとして掲げており、体育では、学年、性別によってそれぞれノルマが課せられ、達成できなかった場合は、特別歩行がある。水泳及び持給走の授業を結果した際は、休憩時間、または放課後を利用しての歩行が求められる。 ロックリオーの交渉は1889年4月に採用された。現在の効果は1915年11月、土井晩水による作詞、岡野定一による作曲で、大正天皇即位の大典記念の一つとして制定された。1から5番まで存在する。全校規制を採用し、授業は1次元65分間。年5回の定期講座と、1、 二学年には、年三回長期休暇後の宿題講座がある。授業第一主義がモットーである。特に数学に力を入れ、進度も早く、歩行も随時行われる。かつて2002年度の文部科学省、スーパーサイエンスハイスクール指定に合わせ、理系教育の推進向上のため、一学年の8クラス中2クラスを SS クラスとし、入学後に希望者から選抜。 SS クラスでは、一つのテーマを一年間研究し、成果を発表する、課題研究というカリキュラムがあった。他に、修学旅行、球技大会、勉強合宿がある。校舎は2003年に卒業生でもある建築家、竹山清の設計により完成した。外観は、打ち放しコンクリートで、内部は、コンクリート塗装とフローリングを、 中心の無機質さの中に空間と広がりをデザイン。公立高校の校舎とは思えないモダンな作りになっている。旧校舎の壁に米軍のグラマン戦闘機の機銃装者の跡があった。その壁の一部がメモリアルウォールとして保存され記念碑が設けられている。校内には卒業生の植物学者、笹部慎太郎が開発した笹部桜が植えられており、 春には、校門から校舎までの道を桜並木が彩る。校門前には、旧世北の中学の頃のモニュメントもある。北端には、高校では、全国でも、最大規模の図書館があり、地上に、約2万冊、地下の書庫に約4万5千冊の、計7万冊近くの蔵書があり、戦前の蔵書も、少なくない。1階部分は自習室となっている。 屋上には卒業生の石川勲により作られた鏡面半径 51cm の望遠鏡が設置されている。望遠鏡は年に数回、生徒の天体観察や課題研究にも使用され、文化祭で一般公開される。高校レベルでは珍しい 50m プールがある。公式野球部は春4回、夏1回の計5回甲子園に出場している。 このうち春の第21回大会では優勝しており、これは春夏通じて大阪府の公立税による唯一の甲子園優勝となっている。ラグビー部は1923年に創部し、1939年1月より4年連続全国中等学校ラグビー大会出場。1987年12月には3年生の橋本徹らが、 第67回全国高校ラグビー大会に出場したが、2014年に部員2人だけとなり、翌2015年秋に部員0で一時休部状態となっていた。ありがとうございます。